のが今、うん、餃子が、丸ごと1個入った。どうだ、私も実際食べたらですね、結構パンチの強い餃子なんで、はあ、あのそれがすごくベストマッチした。餃子カレーパンはこっちでもらってもいいですか？あのそーっと出せば大丈夫だと思います。埼玉の逆襲。まあ、物産といえばね、あのアンテナショップですけど、都内にもいろいろアンテナショップがあり、この番組からやっぱりそれを生み出したいというのが、うん、埼玉博の発想のやっぱ元になってるわけですよ。人気のアンテナショップの極意を学びたい件。東京都内には全国のアンテナショップがなんと60店舗もあるんだって。その中でアクセス数が多かった人気のトップ10がこちら。島根、山梨など意外なラインナップが並ぶ中、堂々の1位に君臨するのが北海道どさんこプラザ有楽町店。やはり北海道強し。しかも年間売上3年連続1位。どうしてそんなに北海道のアンテナショップが人気なの？そのビジネス戦略ちょっとだけ教えてください。どうもビビロウキです。聞こえておりますか？あ、はい、ゴンドウです。聞こえております。あ、よろしくお願いします。ゴンドウさん、いや噂聞きましたよ、ゴンドウさん。はい、北海道どさんこプラザ有楽町が、はい、アクセス売上ともにも日本一と。あ、はい、ありがとうございます。おかげさまで、お客様多くいらっしゃっていただいてます。いや、近藤さん、なんかこうアンテナショップをするにあたってなんか大切なことありますか？はい、どさんこ、はい、土のですね、特産品や新商品や、まあ、北海道の方がですね、ときめいちゃう商品をですね、1200点以上当店揃えておりますので、はい、非常に人気です。であとはですね、期間限定の催事コーナーですとか、目新しい商品を扱うですね、ルーキーズステージというところですね。あとはソフトクリームとか、揚げたてのですね、今こちらちょっと厨房映ってるんですけども、揚げたてのものをその場で食べれるイートインのコーナーなんかもありますので、常に楽しくて、新しい発見できる品ぞろえ心がけてます。なんかでもそのルーキーステージみたいなのを作ってるっていうのはすごいいい工夫だなと思ってて、はい、本当に新しいものを3ヶ月間100アイテムぐらい出しまして、はい、それで勝ち残るとですね、2回勝ち残るとうちのお店で定番になるんですよ、商品が。すごい、そういうのがちょっとコンテストっぽいことになってるってことなんですか？で、その中でですね、立ち上がった商品がですね、この鮭とイクラの醤油漬けなんかは、うまそう、お客様に、はい、角切りの鮭とイクラがたっぷり入った、当店でもね、すでに、はい、人気商品になってますんで。ゴンドさん、はい、僕ね、前行った時にあれ買ったんですよ、餃子。おとぶけの、はい、ありますね。それ買いました。ありがとうございます。ゴンドさん、あれマジでうまかったです。ありがとうございます。今ですね、あれマジでうまかったです。新商品、まさにルーキーズステージなんですけども、はい、音更の餃子カレーパンっていうのが今、餃子か、丸ごと1個入った。どうだ、私も実際食べたらですね、ちょっと甘めのパンに、結構パンチの強い餃子なんで、はい、それがすごくベストマッチした。へえ。もし権藤さんがね、はい、もし埼玉の物産展をやるとしたら、はい、どうしようかななんていうお考えはありますか？埼玉もですね、名産品いっぱいあると思うんですけども、草加せんべいとか五花王とかいろいろさつまいものお菓子とかあると思うんですけど、それを抑えつつですね、うなぎが実は有名だよとか、あと最近肉汁うどんとか私食べて美味しかったんで、はい、まあ、そういったものをですね紹介したり、あとはなんかそれをアレンジしたさっきのカレーパンのような感じのものを紹介していったらすごく面白くなるんじゃないかなと思います。餃子カレーパンはこっちでもらってもいいですか？そーっと出せば大丈夫だと思います。近藤さん、また宝永、はい、の音更餃子買いに行きますから。あ、ぜひお待ちしてます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。うちの家の近くにもね、やっぱこう北海道ソフトクリームっていうなんかちょっとメニューがあるだけでね、やっぱみんな注文してるのよ、ソフトクリーム自体を。だからなんか
北海道で生まれた埼玉ソフトクリームみたいな。なんかええ結局どっちなんですか、うん、みたいな、そうそう、混乱するやつ、そうそう、で、うん、結局埼玉も携わってんですみたいな、なんか、うん、なんかちょっとこう強引になんか作り込んでさ、そこどうにかできないかな、めっちゃいいですね。ビビールさん、ちょっとどうかなって最初思ったんですけど、うん、いいですね、いいと思うよ、その辺はだから全部長官がやってくれますよ、ね、あ俺だ長官やっぱりもう11月14日すぐ来ますんで長官、はい、急いでいただかないと、北海道と並んでやっぱり国内の絶大な人気を誇るご当地といえば沖縄ですよね。沖縄物産のお店がなぜかあの川越にあるということで、そのショップのご担当の方と今リモートをつないでおります。はい、どうもビビの木です、よろしくお願いします。埼玉県は坂市生まれで川越で沖縄物産店をやってます、マハエの新井と申します。新井さん、うわ、なんかやっぱ なぜ川越で沖縄をやろうと思ったんですか。川越の、そうですね、あの寄付として良い伝統を大切に守りつつも新しいなんかこうたくさん取り入れていくような気風があるように感じたんですね、うん、沖縄ってそういう感じだと思いまして、まあ合うかなと思って川越で店を開きました。今日はミュージシャンのピエール中野さんも来てくれまして、はい、中野さんがね越谷で、はい、私大きな春日部なんですよ、はい、越谷春日部のイメージを川越から見るとどんな感じですか。遠いですね印象が遠いだけですか自分中心なんだもんね川越はね違うんですよ、聞いてるの違うんですよこれがね、これがね川越の目線よねなるほど、これが川越の目線で、新井さんちょっとお聞きしますけど、その、はい、お店の人気商品ってのはどういうものがあるんですか。ダントツで人気は沖縄そばの生茹で麺です。沖縄そばの代わりになる麺ってあんまないですし、ないかもね、スーパーとか見かけないですもんね沖縄そばって。確かに、はい、僕ね新井さん、僕、はい、ワイフが沖縄なんですよ。はい、存じ上げてます。それありがとうございます。だからやっぱ沖縄そばも、はい、ほら向こうの方は焼きそばでも食べるじゃないですか。うまいですよね、沖縄そばの焼きそばめちゃくちゃうまいですよね。うまいです。沖縄そばの焼きそばをなんかネーミングだけ埼玉に関するネーミングにして、いいですね、埼玉の焼きそばとして出したいぐらいですね。いいや、しかも人とはこう埼玉そば、埼玉焼きそばに埼玉焼きそばやっちゃいたいぐらいですよ、はい、それね、本当に実は沖縄の麺使ってんすよって言って埼玉焼きそば、埼玉焼きそば、それやりましょう、はい、焼きそばってあの醤油でも、沖縄そばの焼きそば醤油でも美味しいじゃないですか。はい、美味しいです。はい、あの埼玉の醤油がたくさんあるんでいかがですか。確かに、あ、いいですね、いいじゃないですか、いいじゃないですか、うん、さあ、じゃあ新井さんはね、こう実際もう沖縄の物産展をやられてますけど、はい、そういうもうプロから見てですよ、はい、埼玉の物産展をやるとしたらどうしますか。はい、僕の経験上、はい、沖縄のものって、開店当時25、6年前ですけども、はい、ほとんど知られてなかったんですね。ゴーヤでさえこの辺の方は知ってなかったので、食べ方レシピだとか、内地の方が食べやすいような工夫とかを教えてあげて、物を売るよりもそういうことを売るようなスタンスにずっと来ました。だから埼玉の物産も、埼玉物産ってもし僕がやるとしたらば、はい、商品を売るスタンスというよりも、うん、物ことを売るスタンスで提案してあげたらどうかなと思います。いや、新井さんさすがだね、これは。いや、新井さんなんかやっぱ ちゃんとした方ですねいや、さすがですよ。確かに埼玉もね、その物そのものを売るという考えをちょっと離れてね、うん、こととか物、何かをこうっていう方がね、確かにチャンスあるかもわかりません、うん、新井さん今日はありがとうございました。助かりました、勉強になりました、ありがとうございました。今回の回はほんまに勉強になりましたね。勉強になったの本当に、いや本当にあのね、ちょっとねビビルさんとピエール長官からあのいろいろね、やっぱこうご意見もいただいて、私は一つやっぱ方向性見えたなって思ってるわけですよ。たまや何見えた。ご当地といえばこれっていうコラボ、お菓子とのね、うん、逆襲コラボみたいなものを、うん、ちょっとね番組で、うん、突撃でやっていい
してコラボしてくれるお菓子屋さんがあるかどうかというのをちょっと真剣にチャレンジしたいなって。いいね。できたら俺もなんか春日部の恋人とかお菓子があったら嬉しいもんね。